はい、どうもです。マサです。メジです。ウケです。今回ですけども、俺らだけが面白い一本グランプリやっていきたいと思います。うわ、一本グランプリ、まあ、これね、テレビの番組で一本グランプリってあるじゃないですか。あれそのまんまパクります。素人の大喜利って一番、まあ、素人の大喜利一番痛いんですよ、はいはい、痛いな、まあ、やっぱその自分たちだけで楽しかったけど、自分たちが楽しかったらもうそれでいいやんっていう。ああ、はい、あるなしで、とりあえず俺らが楽しかったらそれでいいかなって。やっぱテレビ見とって、一本グランプリ見とってちょっと参加してみたくなる気持ちあるやん。楽しそうやなって思ってしまうから、それをまあ俺らやっていこうっていう。でお題 もうテレビで使われたやつっぽいの画像検索して出てきたやつをそのまんまもらいます。でそれで答えていこうかなっていう。じゃあまず一発目のお題なんですけど、ロケマサッカーの順番選んでいくか。これこの中いっぱいあるから、どれかテレビで使われたやつ。どうしよう。いや、これいきたいですね。ちょっとだけ不安にさせてください。あー、ちょっとだけちょっとですからね、不安にさせてください。はい、いや、言いますか。じゃあ考えましょう。もう一つやつからね、順番に挙手制で。え、これ何回も回答してもいいんですか。いや、もちろんもちろん、何回も。面白いな。ちょっといいですか、お前さん、先陣一発目。はい、じゃあ、お願いします。ちょっとだけ不安にさせてください。2秒後、死ぬよ。ちょっとじゃないです。ちょっとじゃないです。事件ですからね。じゃあ俺します。おちょっとだけ不安にさせてください。今日下着履いてないんだ。その時間何やろ。いきます。うわ、名人。ちょっとだけ不安にさせてください。はい、俺やで、俺俺。意味わからん、マジで。俺より詐欺もう来いよ。俺より先に。上がってきては、俺やで、俺俺。うわ、これでうまいかもしれない。うまい、これはうまい。何か面白かったの。一本、一本やんな、これは。うまい、強っ。じゃあ俺強いな、言います。ちょっとだけ不安にさせてください。はい、名前が朝原翔子。朝原翔子、翔子っていう女性の名前。あー、朝原翔子。あー、これうまいっすね。これは、これは来てない、これは来てない、結構。確かに、これ絶対名人にハマると思っとったよ、俺は。いや、名人一応受け取ったわ。いや、名人にハマると思って、これは絶対に。行きました。行きました。お前、知らないよ。いや、行きましたって、もうこれ多分行ったなっていう、一本取れたなって、俺の中で。いいですか、ちょっとだけ不安にさせてください。明日は荒れるよ。一緒やん。お前、一緒やん、さっきよと。ちょっとだけ不安にさせてください。はい、親父がニキビ面。どういうこと。遺伝子的にだから、ニキビになるんじゃないかと。ちょっと不安になるやん。あ、子供が。はい、行きました。来ました。行きます。ちょっとだけ不安にさせてください。トリプル A カップ。次行こう。いきます。じゃあちょっとだけ不安にさせてください。やべえ、ゴム取れちゃった。で、大丈夫やろこれ。もうちょっとどころで大丈夫やろ。急に下ネタ入ってくる。すごい角度で俺が入れたから多分行っても大丈夫だよ。確認して。まあそうですね。はい、おっ、いける。まあ、ニュース速報で、はい、北朝鮮が謎の飛翔体発射。でもまあまあ、ちょっとじゃないやん、結局は。いや、まあ俺は多分ちょっとやと思うで。俺別にそこまで多分気にせんと思う。俺は飛翔体やったよ、まあまあ、ロケットじゃなくて飛翔体やもん、ね、なんかよくありそうや。じゃあ次のお題いきますか。しりとりでむしろ勝ったとも取れるかっこいい終わらせ方をしてください。しりとりの最後。ああ、なるほど。負けたんやけど勝ったとも取れる。はい、いきます。いや、しりとりでむしろ勝ったとも取れるかっこいい終わらせ方をしてください。ウィン。おー、そういうことやな。おー、すごいってなっちゃった。一番の正解出ましたね。これで言うと文句あるのか。はい、もう一回。しりとりでむしろ勝ったとも取れるかっこいい終わらせ方をしてください。フィン。まあ、確かに物語の最後ね、うん、はい、いきました。しりとりでむしろ勝ったとも取れるかっこいい終わらせ方をしてください。You win! パクってないですか。すごいパクってない。すごいパクってない。すごいパクってない。あなたの感じですっていう。余計にね。そうそうそう、You win! しりとりでむしろ勝ったとも取れるかっこいい終わらせ方をしてください、はい、俺のセフレ、お前の母ちゃん。しりとりでむしろ勝ったとも取れるかっこいい終わらせ方をしてください、はい、今から行ってくるわ、北朝鮮。
います。しりとりでむしろ勝ったとも取れるかっこいい終わらせ方してください。ちゃんちゃんかっこいいからしりとりでむしろ勝ったとも取れるかっこいい終わらせ方をしてください。俺とお前どっちが勝者かって俺に決まってんじゃん。しりとりでむしろ勝ったとも取れるかっこいい終わらせ方をしてください。弟ヒカキン。じゃあ次のお題、まいさん、チョイス、はい、どうする？わじゃあこれいきます。叫ぶと必殺技っぽく聞こえる言葉を教えてください。あーなるほど、なるほど。これはなんかポンポン出てくるタイプのやつや。はい、叫ぶと必殺技っぽく聞こえる言葉を教えてください。暗いビダルサスーン。はい、お叫ぶと必殺技っぽく聞こえる言葉を教えてください、はい、暗い電眼。叫ぶと必殺技っぽく聞こえる言葉を教えてください。これが究極魔法 SH704I。 あれ、あの昼くらいの写真やった。ドコモね。ドコモの昔流行った。叫ぶと必殺技っぽく聞こえる言葉を教えてください。そこそこの嘘。叫ぶと必殺技っぽく聞こえる言葉を教えてください。俺の究極奥義受けてみろ。ウルトラオメガ。これも必殺技でしょ。そう見てももう必殺技違うんですよ。ウルトラオメガダサい漫画出てきたよな。マジで売れへん漫画に。叫ぶと必殺技っぽく聞こえる言葉を教えてください。毒魔法ニキビ。逆やけど。叫ぶと必殺技っぽく聞こえる言葉を教えてください。大自慢ブラザーズ。大自慢ブラザーズ。アーティストじゃない。そうです。じゃあ俺いいですか。お待たせしました、はい。まあ、ちょ夜にしか使えないマスなんですけど。こっちが好きやな。なんだ。究極魔法69。叫ぶと必殺技っぽく聞こえる言葉を教えてください。あ？叫ぶと必殺技っぽく聞こえる言葉を教えてください。これもう絶望に打ちしがれた時に使う魔法です。どうしてだよ！じゃあ次お題いきますか、名人ラスト、はい、なんか一つ楽しさいきますかも。おじいさんになった浦島太郎がネット検索してそうなワードは。あーおじいさんになった浦島太郎。はい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 、いきます。おおじいさんになった浦島太郎がネット検索してそうなワードは、間違いなくこれはインターネットで打ち込まれてます。絶倫昆布。いやだから、まあ、浦島太郎は正解。海の中の絶倫になれる昆布を追い求めてる。あーそうね、うん、おじいさんになった浦島太郎がネット検索しそうなワードは、亀の殺し方。おじいさんになった浦島太郎がネット検索してそうなワードは、 JK の落とし落とす方法。亀の殺し方。うわミスった。ミスってなかったらまぶかった。言います。おじいさんになった浦島太郎がネット検索してそうなワードは、これはまあ金銀財宝を手に入れた浦島太郎が検索してます、はい、バレない脱税の仕方。おじいさんになった浦島太郎がネット検索してそうなワードは、年金もらい方。おじいさんになった浦島太郎がネット検索してそうなワードは、ハメの外し方。おじいさんになった浦島太郎がネット検索してそうなワードは、うん、エラ呼吸になるには。別のゲームやってる。おじいさんになった浦島太郎がネット検索してそうなワードは、海洋生物で一番可愛いのは。やめていいですかね。おじいさんになった浦島太郎がネット検索したワードは、貝殻オナホール。どうした。やめとこ、もうやめとこ、これやめとこ、これ言うと
どんどん広がっていくから。はい、そんな感じでね、今回は、素人だけでね、一本グランプリをしたら、こういう結果になってしまうと、いうことが分かりました。まあ、僕らは楽しかったんでね、それはそれで良かったかなと思います。はい、そんな感じで今回これで終わります。ありがとうございました。